AKB48 チーム K の田野優香です。同じくチーム A の武藤トムです。今夜はこの二人でお送りします。イエーイ、イエーイついに夢が叶いましたよ武藤さん。何ですか夢って？何？トムと一緒にオールナイト出る。しかも二人だよね。思った、二人初めて。私も。あ、そうなんだ。緊張する。ちょっと嘘だ、全然なんか緊張しないんだけどいつも通り話せばいいんだよね。うん、そうそうそう、うん、はい、はい、ということでね、私武藤トムは前回は、2015年2月4日で10回目の結構出てるね。そう、意外と出てるの。だってもう20歳だもんもう2年前から出れちゃうもんそっか、そうだよ、そうだ、20歳だ。ゆうかは？ゆうかは前回2013年3月22日に収録で出ました。あのあれだよね、若いメンバーでまだ18歳未満のメンバーで出てたんだよね。そうそうそう、カレンとナーナさんと出た。あれ、りょうかいなかったっけ？りょうかもいたか。あ、4人か。そう、あ、そっか、そうそうそう、あったね、そんなことも。でも生放送は初めてですてってれー。いやー、もう18なんだね。あ、そうだよ、今月じゃん。そうだそうだ、そう、もうつい最近になったばっかですよ。よかったね、18歳に。いや、大人ですね、もう社会人ですよやっとちゃった何そのノリはい、そんな感じでね、今日は何してましたって。今日はですね、もうウィズオズの魔法使い公演やってきましたよ。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。あ、でも今日リハもいなかった。うん、リハ、その後リハーサルしてレコーディングして、ね、オールナイトです。すごいね、ハードね。ハードでしたね。いや、私もそう見に行ったんですよ、あれね。来てくれたね、初日に。ゲネをね、ゲネか、来てくれましたね。ミユとかカレンとかその辺とね一番最初に名前を出したねもうね、あ、そう、あのね、ミユがね、あのね、すごいこれに出たがってた。へー、そうなんだすごい、私も出たいって言ってさ、ポンちゃん。まあまだ子供だからね、出れないよね16だからね何その顔そう言ってたよ。だからまあいつか、うん、たのちゃんによろしくねって言ってたよ。はい、よろしくですそう、ウィズ見に行ったんだけどすごかった、うん、どうでした？っていうかね、うん、私の親も見に行ったのよ、これ。しかも私と違う日に、ね、うんうん、来てくれましたね。私の父親と妹が、私はゲネで見に行ったんですけど、うん、あの2人は15日かな、うん、に見に行ったって言ってて、いや、もう妹がめっちゃ喜んでた。やったね、すごかったって言って。妹、私推しなんだよね。あ、そうだっけ？え、言ってたじゃんそうだっけ、うん、え、全然覚えてない嘘でしょ、言ってたよ。あ、そうなんだ、初めて知った。あれ、違うかなちょっとこれ勘違いだったらめっちゃ恥ずかしいわ確かに、聞いてみるね後で怖い怖い。そっちリハは今あれですよね、ヤングコンサートと、そうだよ、 AKB の単独の埼玉スーパーアリーナでやる。やってるね。3月25日26日にやりますね。ヤングだけだよ、やばいよね。ヤングだけで埼玉スーパーアリーナできんだよ。すごいよね。すごいことだよ。頑張んなきゃいけないよ、これは。そうだよ、ちゃんと結果残さないと次に繋がんないよ。もう結構リアルな話。そういうことしか考えてないから。確かにね。いや、で1週間だって、ギリギリだねえ。もう毎日リハだよね最近。ゆうか出れてないんだよ。あ、そうだ、そんなウィズでね。そうそうそう。いや、でもやんなきゃ、やばいね。いや、でもそうね、でもあれだね、単独の方がさ今はリハが多いね。そうだね。ヤングは明日以降結構詰めるんじゃない、わかんないけど。ぽいね、うん、明日も出れないし私。あ、そうなの、うん、え、そうなの。そうだよ。え、いるもんだと思ってた私。ない、やばいね、やばい。まあみんなで力を合わせて、はい、頑張りましょうか、はい、はい、ということで今日はこの2人でお送りしていきます。では行きましょう、せーの、 AKB48 のオールナイトニッポン。こんばんは、 AKB48 チーム K の田野優香です。チーム A の武藤多美です。イエイイエイ。ということで18歳になった記念ということで、はい、私田野が進行を担当いたします。おー、いったね。じゃあ私はもうゆるく頑張りますね。え、ちょっとサポートしてくださいよそして今夜も AKB48 のオールナイトニッポンはノッティビーも同時生放送です。ですよ、みんな見てますか。イエーイ。え、これ同時にさ2つの画面映ってるの。あ、そう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 、そうなん
なんだ。そう。イエーイ。ノッティビー対応端末をお持ちの方はぜひチェックしてください。見てね。さあ、生放送ということで、はい、メールを大募集します、はい。テーマは2つあります。まず1つ目はこちら。頼むトーク。イエーイ。これ新しいじゃないかな。いや新しいね。頼むだからね。無糖で方で来るの新しい。ね。はい、そんな感じで今夜は同期の2人が話していくということで、私田野優香と武藤トム、田野と武藤に話してほしいトークのお題を募集します。だから田野武藤トークなんだね。ね、なるほどね。例えばファッションやグルメなどのガールズトークっぽいお題、うん、もちろん AKB に関することとか悩み相談とかね、はい、まあ、何でもいいですよ。はい、そんなことなどなど、どんなことでも結構です、はい、2人で頑張ってトークを広げていきますのでよろしくお願いします。イエイ。そして2つ目のメールテーマはこちら。架空卒業式。今年高校を卒業した田野優香、でもスケジュールの都合で卒業式に出られなかったとかとかとか。はい、そうなんですよ。出られなかったの？そう、3月14日に卒業式あって、うん、ちょうどウィズの2回公演だったんですよね、うん、あ、そうなんだ。そう、だから出れなかったんですけど、でも江原さんが、うんうん、あの終演後に、うん、こうカーテンコールの時に、うん、今日は田野ちゃんの卒業式だったんですよって言ってくださって、あ、舞台上でお客さんがいる時に。そう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 、そうなんだ。お客さんからおめでとうってたくさん拍手もらいました。いいじゃないですか。それだけで特別な卒業式になりました。私はよかったね。じゃあそこで今夜は田野ちゃんに、はい、卒業式気分に浸ってもらおうということで、田野ちゃんとの高校生活の思い出を送ってもらいます。あなたが田野ちゃんの先輩や後輩、同級生、先生になりきって田野ちゃんとの思い出を考えて送ってください。例えば、入学式早々3年の先輩にメンチを切ってた田野ちゃん、ちょっとマジでかっこよかったよ、そんなことかないわ。水泳大会の時一人だけビキニだった田野ちゃん先生になんでこんな例ばっか出すの先生にマジで怒られてた姿笑えたよとか、田野ちゃんのためにみんなで握手会の練習したよね、剥がしの役楽しかったとか、まあ何でもいいですよ。本当に自由な発想でね、はい、送ってくれたら嬉しいです。それで、はい、それを聞いた優香が、それ似たようなことあったとか、まあ、思い思いの感想なのかをね、うん、話していただいて、うん、思い出話に花が咲いたメールを送ってくれた方には、田野ちゃんが書いたオリジナルの卒業証書をプレゼントします。イエーイ。はい。世界に一つだけですよ。本当に卒業証書、ね。優香が書くのこれ。そう、書きます。おお、直筆です。いいじゃないですか。はい。ということで、受付メールアドレスは、akb@allnightnippon.com akb@allnightnippon.com すべて小文字のアルファベットで書いてください。 AKB も小文字です。はい。メールの件名の欄にトークのお題ならお題、架空卒業式なら卒業、メンバーへの質問なら質問、感想なら感想と書いて送ってください。たくさんのメールお待ちしてます。はい。AKB48 のオールナイトニッポン、この番組は東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。では今夜の1曲目です。 AKB48 の39枚目のシングルです。ミリオンも達成しました。ありがとうございます。ありがとうございます。センターは柏木由紀さんと小島春菜さんです。 AKB48 でグリーンフラッシュ。田野優香です。アキカーンさん、オールナイトニッポン初の生放送、今の喜びを得意のミュージカルでお願いします。嬉しいでーす。 AKB48 のオールナイトニッポン生放送ということで、18歳以上のメンバーだけが参加できる AKB48 のオールナイトニッポン、今夜のメンバーは私田野優香と武藤トムです。イエイ。ということで感想のメールが届いてるみたいなので紹介したいと思います。じゃあトムお願いします。が、ラジオネームごまるんさんからいただきました。知ってます。あ、本当、うん。田野ちゃん初登場おめでとうございます。イエイ。14歳だった田野ちゃんももう18歳なんですね。14歳だ。大人の仲間入りということで2時間頑張ってください。はい、だってあざす。はい、頑張れる。頑張れる。うん、頑張れる。うん、14歳だったんだね。ね、もう4年も経つんだ。早いね。若いわ。怖いわ。今14歳って誰とか誰だろう、思いつかない。あ、14、うん、14、萌えキュンとかひなのとかは
わかんない。13? 13? 14? 15? とか、でもそれくらいだよね。15は言ってないでしょ。竜巻が13って言ってた。あー、そうなんだ。いや、はい。はい。二つ目。はい。ラジオネーム、城之内海さんからいただきました。ありがとうございます。なんか、今日のオールナイトは AKB 感が全くないですね。なんでよ。おばさん二人が話してる感じだ。うひょー。いやー、嬉しくないね、全然。なんで？おばさん二人話してみたら、まだ若いし、ヤングだしね。そうだよ、ヤングメンバー入っとるわ。そうだよ、本当に。え、でもなんか、まあいいんじゃない？いいの？うん。おばさん二人っていう言い方がちょっとあれだけど、うんうん、AKB 感がないのはまあ珍しいからいいんじゃない？あ、なるほどね。うん。オッケーオッケー。レアです、レア。イエーイ。いいのかな？まあいいけど。はい、じゃあ次行きます。はい、おお、来た。何？件名平田里奈です。うわ、来た。本人って書いてあるよ。来た。こんばんは。私も出たい。あと優香に無茶ぶり。何？これわた、あ、私が読むんじゃないんだ。頑張って読んでみて。ははは、だって、はい、読んでみて。え、嘘でしょ。はい。なにこれ。英語読んで、ほら。 I'm so excited for the concert next week. Yeah. Yo. どうですか。なにこれ。嘘、待って待って待って。はい、トモお願いします。I'm so excited for the concert next week. 来た。何？これ読めたところで意味わかんの？トム。え、私は、来週のコンサートがとても楽しみです。みたいな感じ。し、来たー。ほらな。じゃあ待って待って、ちょっと待って、ちょっと言わせてください。待って、考えて。何？二十歳でしょ？待って、18でしょ？いや18だよ。18、これ高校生レベルだからな、普通に考えて。中学生でも読めるわ、きっと。だって日本人だもん。いやいやいや、勉強しましょう。はい、はい、頑張ります。今夜のメールテーマは頼むトーク、はい、12期の同期2人ということで、ゆっくりといろんなことを話していきます。はい、メール来てますか。メール来てます。来てるって。トークのお題来てるって。ラジオネームK やっとマークたのちゃん推しさんからいただきました。やっと、同期トークの定番、オーディションの時の思い出を一つ教えてください。で、あ、何？そういうトークね。トークで、そう、トークトークだもん。つまんな。さあさあさあ、話していきましょう。なんかある？いや、ゆうかはね、もうあのカレンの印象しかないんだよね。あ、本当？私リナの印象しかないんだけど。あ、リナも強いわ。まずゆうかから。4年前、4年前、まあ、まずゆうかから話すと、はい、カレンは一人めっちゃ張り切ってましたよね。いや、マジでね。なんかね、まずね、レッスン着がダンス審査だったから。チプチだったんだよね。そう、もう判決判決だったの、ね、で、お尻見えてて、わー。で、しかもなんかみんな座ってストレッチとかしてるのに、一人だけ立ってて、しかも一番前だね。そう、あ、この子ちょっと張り切ってんなーって思いながら、うん、思った見てた。あと白いなーって思ってた。あ、白かったね。今もだけど、うん、私はそう、リナすごい印象に残ってて、うん、今聞いてるかな、ね、そう、なんかもう私本当にリナは、もしリナが受かったら私は絶対この人とは仲良くならないって思ってた。なんで？だってさ、楽しい人だったじゃん。個性強すぎない？それが大事だって。オーディションでさ、みんな大体あの後ろの方で固まったりしてさ、うんうんうん、あの体育座りして喋ってる感じだったじゃん、うん、なのに一人で鏡の前で側転とかし始めてたじゃん、うん、やりまーすみたいな、ね、びっくりしちゃったもん。いや、でもそれが逆にまあ確かに良かったよね、うん、みんなと違った個性がね。まあでも今ではね、全然すっかり仲良くなって。うん。二人の応募のきっかけは？だってゆうかは、うん、もともとダンススクールが宮沢さんと同じだったの、うんうんうん、で先輩で宮沢さえさんと同じで、うん、宮沢さんが AKB に入って、私も、うん、あの AKB 好きだったから普通に、うん、で、まあ、私はね、でもそんなめっちゃ合格したいっていう感じじゃなくて、どちらかというと親が、うんうん、まあ、受けてみなさいよっていう感じで挑戦、うんうんうん、チャレンジしてた感じで、うーん、そうしたら受かりました。でも私は
そうね、 AKB あのテレビで見ててさ、うん、よく出てて、その時に AKB いいよねみたいな話を親にしたら、うん、あのじゃあ受けてみなよみたいな言われて、うん、確かねそのね番組の下の方に、うん、あのオーディションみたいな、うん、順位期オーディションみたいなやつ出てて、うんうんうん、あじゃあ今やってるし受けよっかってなって、うん、受けちゃうみたいな感じになって受けた。やっぱさ軽い気持ちなんだよねまず最初は。だってさわかんないじゃん、そんなすっごい倍率だったわけじゃん、うん、私たちの時も、うんうんうん、だからさ受かるかもみたいな感じじゃん、うん、絶対受かるみたいな感じじゃないじゃん。そうだね、だからさね、まさか受かるとは思わないもんね。そう思ってなかったね。そうびっくりしちゃったもん、うん、あの面接のまず書類で電話かかってきた時すっごいびっくりしたの。知らない電話番号からかかってきて、うんうんうん、何これいたずら電話かなみたいな感じだったの、うんうん、だからさそれで面接とかも受かってさ書類とか書いて、うんうん、すごいびっくりした。よかったね、まさか自分があってね。ほんとこうやってオーディション受けてなかったら2人とも出会えなかったもんね。そうね、私たちね気持ち悪いな。ちょっと次行きましょうもう流されたわはい、ラジオネームしょうまこさんからいただきました。ありがとうございます。今まででお互いに許せなかった言動について、うん、わかんないな。あんま怒ったことないよね。いやない、喧嘩もないし、し、うん、なんだお互いさなんかちょっと今近づいちゃいけない雰囲気だなっていうのわかるからさ、ああ、ね、そういうの避けてきたよね。なんか喧嘩とか、喧嘩とかないね。ただ許せなかった言動、でもなんかともありそうだな。でもいや絶対なんかある。私イラッとしたことあるんだよね絶対。ちょっと待ってそれ初めて聞くよ。怖い怖い。でも言ってない絶対。だって私行動、許せない行動、なんだろう、なんだっけな、わかんない。でもさ気強いじゃん結構、うん、だからなんかを言って、全然思い出せないんだけど、うん、なんか言ってた時に、うん、なんかそれは違うんじゃないって思ったりした。でも言うかそういう時、私わかんないや、うん、思い出せないなんじゃいそうでもなんかね、でもね、でも初期の頃に、あー思い出した、なんだよ、思い出した、あれだ、なんだよこの間の、え、この間怖い怖い、何この間のあの9周年の記念公演の時、何記念公演の時に、うん、MC の話を、はい、くだい、なんかめなんかしてたじゃん裏で。おで、おすごいギリギリになって、うん、MC のそのくだりを、うん、みんなで考えたのに、うん、なんかもう一回なんか言ってきたんでね、どうすんのみたいな言ってた時言ってたんだよ、うん、それでさっきやったじゃんみたいな感じになって、うん、た時に私はイライラした。ああ言わなかったけどね。あ、なんかね、その時はなんかそのちゃんとした話が私に回ってきてこなくて、トーク何を話すというか、ここ誰話すとか、あ、ここ誰話すなんて決めてなかったもん。そうだから、そういうの決めないと不安なの、うん、あ、そう、うん、なんか割としっかりしてるタイプだから、自分で言うのもなんだけど、じゃあ私割と緩いのかな、わかんないけど多分そう、うん、そう、うん、でも、うん、そう、私はその時にあんまりガチガチに決めない方が、うん、まあ、順撃らしさが出ていいのかなって私は思ってたの。その時ね、優香もイライラしてた。あ、してたよね、絶対してると思ってた、うん、してたでもなんでこんなみんなふわふわしてんだよって思って、いや私はそれでいいと思ってた。あ、お互いイライラしてたんだねなんか面白いね、そんなこともありました、今だから話せるってやつ ね。あの時に多分これ言ってたら二人で喧嘩してたと思うね。ちょっと変な雰囲気になってたけどねもう一ついきましょう。もう一ついきます。はい、じゃあ次行きます。青森県にお住まいのラジオネームなりぱんまんアットマークさやねんおっさんからいただきました。お、お二人が好きな男性の仕草について教えてください。お、いいね、こういう話大好きです仕草か仕草ね、なんかある、ゆうかは仕草の、なんだろう、もういっぱいあるな。何、いやもうね、まあ、優しければいいんですよ私なんかね、でもさりげない感じね、なんか道歩いてたら、うんうん、さっと外側歩いてくれるとか、うんうん、なんかちょっと 寒そうに私がしてたら、うん、上着貸してくれるとか、おー、もうそういうのでいい。あ、でも、わかった、何、あの、うるさいな、もうあの、うん、部活とかで、はいはい、
まあ、特にバスケ部とかサッカー部とかが、うんうん、こうユニフォームを なんて言えばねここの部分シャ T シャツの下の方を持って、ね、T シャツの下の方を持ってこうここで汗拭くとき脇腹とか見えるじゃん腹筋とか、ね、そこで見えてくるーってウケるいいねでも筋肉好きなんですよ私自分がマッチョだからうるせえなんだろう私はあのネクタイとかを緩めたりした時とか、うん、あとなんていうのメガネだった人が、うん、あのギャップギャップそうギャップ好きあのメガネの人が、うん、あのメガネ取ったりとか、うん、逆に普段コンタクトしてる人が、うん、家とか帰ってメガネとかしてる感じなんて言うんですか、うん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 、そういうのがいいなって思うちょっといつもと違う感じとかなんか気を抜いた瞬間を見れると、うん、おってなるでもそういうのってなかなか見れないじゃんまあね確かに見てみたいっていう願望ですよへえ。漫画とかであるじゃんよくそうなんだ、うん、漫画好きだもんね、うん、好きいやもう本当に次行きましょう。はい、次。もう、はい、もう終わりかな。はい、はい、こんな感じで、私、田野と、武藤、トムに話してもらえることをどんどん送ってください。はい、トムの番ですよ。あ、はい、受付メールアドレスは、akb@allnightnippon.com、akb@allnightnippon.com。はい、たくさんのメールお待ちしています。はい。今夜のもう一つのメールテーマは田野優香の架空卒業式、うん、高校の卒業式に出られなかった私のためにあなたから卒業気分に浸れるメッセージを送ってもらいましたはいということでじゃあね優香に届いたメールなんで私が読んでいきたいと思いますはい、ラジオネームしょうまこさんからいただきましたおさっきも来たさっきもねありがとうございます田野ちゃんとは2年生の時同じクラスだったね生徒会長を決める選挙の時田野ちゃんはみんなに推薦されてたけど、うん、私選挙は AKB しかやらないからそれくらい総選挙は大事だからと言って生徒会長選挙を断ってたよね、うん、あの時の田野ちゃん本当にかっこよかったよこれからも AKB として頑張ってねだって、うん、っていう卒業の、うんうんうん、どうですかそうだね私絶対みんなに推薦されないよ ね思ったよそれは絶対されないよねされないねうんまあよくてよくてクラスいいんだな、うん、初期とか初期やばいそうだねあでも選挙うん総選挙大事だからうんまあ大事だけどそのうん委員会とかやってたりしたいや何もやってないあ本当うんなんか今までは小学校中学校とかはなんだっけな生き物係とかやってたえ何委員とかやんなかったの委員はえ委員何あ体育委員会とかやってたああ私保健委員の委員長だった委員長委員長だったへえ委員長やってたそうなんだでも、もうこんな感じ適当、うん、どっかで道をねそうそんな感じでじゃあもう一つ行きどうですかこれは、うん、まあうんちょっと微妙ですねじゃあとりあえずごめんなさい。何目線だよっていう。いいよいいよ。はい。すいません。次行きましょう。岐阜県にお住まいのラジオネームハッキーより太ったさんからいただきました。大丈夫か。同級生よりね。ゆうか、私たちは何でも腹を割って話せる仲だったよね。おかげで二人とも今では腹筋バキバキだよね。あ、やった。何それ。今こそ。はい、ちゃんと読んでよ。はい。今こそ割れ目くっきりだよねお互い離れ離れになっても肉離れだけはしないようにしようね約束だよはい却下却下ですめっちゃいいじゃん私これ大好きだよちょっとこれじゃあ私の方に保留しよう嘘でしょめっちゃ面白いじゃんもうさただ私の腹筋ネタにしてるだけじゃん見せてあげようか腹筋うん見せて見せてノッティ B さんねえやばいやばいよ見えるかな見える見私には見えるだってね横にも縦にも割れてるよそうもうね
もうウィズの稽古中に結構鍛えられました、うん、それさ生写真とか撮った時どうすんの、うん、修正される消されてんの、うん、されてますでもね私のファンの方は、うん、タロちゃんの腹筋見たいっていう人多いからなんで修正すんだよって人が多いの。へえ、それも変わった人たちだね。なんで修正されんの、なんだろう、アイドルっぽくないから、アイドルっぽくないからわかんないけど、でもなんかそういうキャラがついてきたらね。確かに。でも秋元さんも修正されてたって言ってたよ。あ、そうなんだ。元 AKB のもっと腹筋をアピールしていかなければいけないねじゃあ分かった、誰かその、生写真とかそういうのをやってるスタッフさんに、うん、これ消さないでくださいって言っとけばいいんじゃない。それもそれでなんかな、確かにね、自信があるな感じが出ちゃうなまあまあいいんじゃないですか。じゃあ次いきますか。次なんかいまいち来ないですね、あ、ほんと、うん、じゃあ次青森県にお住まいのラジオネーム棚から倉持さんからいただきました。ありがとうございます。たのちゃんは運動神経抜群で体育祭では大活躍、みんなのヒロインでしたね。私の憧れでした。でもそんなたのちゃんも数学は苦手だったみたいで、数学の補習で居残りさせられたのはいつも私とたのちゃんだったよね。夕暮れ時二人きりで残った教室で一緒に図形の証明とかわかんないよって叫んだことを思い出します。私は運動が苦手だけど数学の補習を通して、たのちゃんと仲良くなれたかなと勝手に思っています。なんだかんだあって無事に卒業できましたが、最後に一言だけ言わせてください。またいつか二人で居残りしようね。あ、いいわこれ。お、なんか青春っぽい ね、青春っぽいよこれ。 ね運動神経抜群、うん、体育祭では活躍する、うんうん、でも数学超苦手、超苦手、補習もあった。これね、補習あったの、うん、あっためっちゃ合ってるわ。へえ。数学の最低点数聞く、聞きたい、うん、聞きたいってスタッフさんが0点。てんてれー、マジでやばくない、結構やばくない、やばい、やばいよ。0点も取ったことない、数学ね。今私小6まで止まってるから。本気で言ってんの、うん、やばいよ。中学校からもう、中学校の数学でも難しすぎて、そこから諦めて。掛け算はなんとかできるよ。8×9 は8×42。42？うん。6×7×42か。うん。8×7×49。8×7×56。8×7×42。あ、そうそうそう。これはね、やっぱね、テンポだよね、なんか。言うて1問間違えたからね。9×81。9×81、OK。うんうんうん。じゃあ12かける。12は？え、何それ ？9 の段までじゃないじゃん。12×12？うん。12×12？うん。1+1=24。はい、時間切れ。無理だよそんなの。はい、じゃあ次行きます。はい、あ、でもこれいいな。今の、うん、OK。これにします。これにします。でもこれ1個決まり。1個だけじゃないからね。うん。どんどん。書きます。田中倉持さん、はい、じゃあ次行きます、はい、千葉県にお住まいのラジオネームこうさんからいただきました。はい、たのちゃんがいつも下駄箱の扉に指を挟むたびに一人で扉にぶち切れていたの忘れないよこれめっちゃ面白い。え、終わり、終わり、嘘でしょ超短いのこれ、終わりかよ。そんな、何、え、扉にぶち切れてたの。これめっちゃ面白い。個人的にすごい好きだな。え、挟んだことある？いや、ないけど。ぶち切れたことある？ぶち切れたところは何回もありますよ。切れ性なんでね、私。で、どうですかそれは。でもめっちゃ笑ったな。今までの中で面白いわ。え、嘘。このハッキーを太ったさんのやつも面白かったけどね。ダメダメ。腹筋バキバキ。ダメ、やだよ。やだよ。あ、でもこの方もいいな、こうさん。どうする、保留にしとく、とりあえず、うん、まあ保留保留、こっち置いときな、はい。じゃあ次いきます。はい、茨城県にお住まいのラジオネームカジキマグロさんからいただきました。ありがとうございます。水を吸った雑巾を本気で絞っている時のめちゃくちゃ怖かったです、ね、待って、みんな面白いね。終わり、終わり、これも終わり終わり。え、みんなめっちゃ面白いんだけどねー、ちょっと笑わないようにするわ私。なんでさ、これ全部さ超面白いじゃん、ゆうかがおかしいじゃん
ゆうかが怒ってる方向に全部行っちゃうの。だってさ、そういうの想像つくもんだって。もうキレショーっていうイメージなのかな。割と穏やかになった方なんだけど最近。イメージなんか最初そういうイメージがあったんじゃない、わかんないけど。でも雑巾はね、絞るの嫌いだったから手が臭くなるから。まあ確かにね、うん、絞ってなかった、うん、なかった。はい、これはすいません。はい、そんな感じでね、めっちゃ面白いじゃん、はい、みんな面白いね、うん、まあこんな感じでもいいので架空卒業式にメールを送ってください。はい、受付メールアドレスは akb@allnightnippon.com akb@allnightnippon.com。 たくさんのメールをお待ちしてます。ここで一曲お送りしましょう、はい、次の曲は私田野優香が卒業ソングを選曲しました。おこの曲はですね、うんうん、もう本当に大好きです。てかこのグループが本当に大好きで、うん、もう解散しちゃったんですけど、うん、あ、そうなんだ。ずっと今でも聴いています、うん、それでは聴いてください。ファンキーモンキーベイビーズさんで桜。今夜は武藤トムと佐野優香がお送りしています。 AKB48 のオールナイトニッポン。さあ、江原雅宏さん聞いてますか？ツイッターでね、うん、聞いてるって、あ、本当、書いてあったんですよ。よかったじゃん、今日 T シャツね。そう、 T シャツ実はこれ陣内孝則さんの T シャツ、めっちゃウィズ着てきました。ちなみに私今日長尾さんの生誕 T シャツです。いつも着てるよね。よく着てる最近。さて、こんなメールが届いております。紹介したいと思います。はい、何何ラジオネーム年中無休のたのちゃん推し参加いただきました。やった。俺も数学の最低点数0点でした、ね、なんで0点ってどうやったら取れんの。え、0点はね、うん、何も書かなきゃ取れるよ。何も書かなかったの？いや、何も書かないことはなかったんだけど、うん、当たんなかった。丸バツだけ埋めたの。おー、見事に外れたってこと。でもあの丸バツで、うん、丸バツは考えたの、めっちゃ、うんうん、で丸バツ、書いたんだけど、うん、よく考えてみたらさ、全部丸とかにしときゃ何個か当たった、まあ、そうでしょ、当たってたわけじゃん、うん。ずるいよね、考え方が。それ。いやー、へえ。今考えると。ちなみに私最低点多分ね、うん、18点とかかな。でも数学じゃない。何？多分漢文とか。何漢文って？漢文ってあの、なんて言えばいいんだよ。昔の中国語。漢文。中国の、うん、そう、古典なんて言うんだろう。そういう漢字読解したりとか、昔の中国の文章を読解するの。うん、それがマジでできなくて、うん、もう本当に冷や汗かいたことある。でも0点は取ったことない。まあ我々日本人ですから。はい。それでまとめようとして。あのね、あの本当にね、そういう外国語ができない人ってみんなそう言うんだよね。まあ私日本人だからみたいな。まあ次行きます。じゃあ、はい、ラジオネームたかちいちょさんからいただきました。数学が苦手なたのちゃん。はい、台形の面積を求める公式をお願いします。もう一回言って。え、聞いてなかったの？台形の面積を求める公式。あ、待って、それ知ってるよ。知ってる。あー、ちょっとこれ当たっちゃう、ごめんなさい。はい、言って。底辺割るかけ、え、底辺割る縦、あれ、底辺かける縦、高さって言いたいの？縦ってどこだって台形だよ、斜めだよ。え、だからその斜めのセンチ、うん、センチ、あの長さ、斜めの長さかける底辺、こことここってこと。そう、やった。違うわ。え、これはず、じゃんじゃんってのは、何、いやーダメだね、三角形。いや、でも三角形も違いますよ。斜めはだって使わないですもん、基本的に。底辺かける高さ割る2だよ、三角形は。あ、聞いたことあるわ。あ、でも、ね、ゆうかあれ言えるよ。何？円周率。何円周率？ 3.14。 もうなんか今円周率言えるよって言うから、円周率ってもっと長いんだよ、うん、本当は。え？で、それをあの難しいから、長いから 3.14 っていう数字にしましょうって。なんでじゃあ14まで入れたんだよね。3でやったらさ、最近は3もあるんだよ。そう。そうなんだ。で、だからもっと言えんのかと思ったの今。 3.1415とかなんて分かんないけど、覚えてないから。そういうのもあるんです。まあ、はいはいはい。次は、東京都にお住まいのラジオネームももっちさんからいただきました。ももっち、たのちゃん掛け算が少しできるのは分かったのですが、うん、四国の県は4つ言えますか？うん、
はい、私を舐めないでほしいよね、本当に。はい、どうぞ。愛媛。愛媛。高知。高知。あと2つ。徳島。お、あと1個。香川。おー、来たー、絶対できないと思った。いやもうだって18歳ですから、そうね、そ大人ですからね、うん、じゃあ九州は、そうそうそう、大分。大分。福岡。福岡。長崎。おい、オッケー。あとは沖縄。え、沖縄。沖縄入ってないの？入ってません。え、待って、3つ行ったからあと6個でしょ。うん、あと6個。え、6個。九州って、九州って7個じゃなかったでしたっけ。そうなの、うん、九州だから9個あると思ったんでしょ。違うからね。だって四国は四国だから4つあんじゃん。まあ確かにね。はい、であと4つ、え、宮崎。宮崎あるね。福井。福井。福井は違うね。福井は中部地方だよ。え、もうなくない、なんて言った。おい、あ、オッケーオッケー、ありがとうございます。あとは、あと3つ。え、3つもなくない。あるある。大崎。大崎は山手線の駅名。わかんないよ。はい、この後もまだまだ続きます。AKB48 のオールナイトニッポン、今夜は田野優香と武藤トムがお送りしています。はい、ということでね、メールが届いているので読みたいと思います。千葉県にお住まいのラジオネーム矢地将軍の文太さんからいただきました。ございます。台形の面積を求める公式は上辺プラス底辺かける高さ割る2ですよ。だって上辺。ちなみに私はさっき言えました、これ、ね、すごいよく覚えてるね。覚えてるんだよね。何年前の。これでも小学校の時やったやつじゃない。私小学校4、そんなさ新しいことどんどん覚えてったらさ抜けてくじゃん。待って、何歳？18歳。私20歳。いや、まあまあ人それぞれよ。それ言ったらもうないわ。でもう一個来てるよ、うん、岩手県にお住まいのラジオネームゆきりん絶対やろうさんからいただきました。はい、はい、このラジオネームで思い当たる節はありますか。鹿児島が言えなかった。そうなんです。たのちゃん、ゆきりんの出身地鹿児島を忘れちゃいかんよ。はい、ということで2時になりました。2時になりました。イエーイ。はい、まあ今後は忘れないようにということで、はい、すいません。どうですか、1時間経ちましたけどね。早かったわね。早いね、あっという間だね。やっぱ楽しいな、ラジオって。ラジオ好きだよ私も、うん、いやもうこの後ね、2時ってやばいね。この時間帯に仕事してるってことが今不思議でたまらない。そうだよ、もう18だから全然あるんだよそういうことが。そうだ、楽しい楽しい。深夜にこうやってメンバーと話すこともなかなかないからね。ないね。じゃあということで、まあこの後1時間も頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。今夜は12期同期2人、はい、メールテーマは頼むトーク、私たち2人に話してほしいテーマを募集しています。はい、ということでメール読みますか。はい。横浜にお住まいのラジオネームレモン果汁 48% さんからいただきました、うん、ありがとうございます。4月から社会人として働きます、うん、AKB じゃなかったらどんな職業に聞きたかったかトークしてください。へえ。ああ。AKB じゃなかったら。なかったら職業だって。職業か。職業難しいな。じゃあ AKB 入ってなかったらそのまま何やってたと思う？バイトしてたと思う。普通にな。普通に、私その時ダンス部入ってたからダンスやってたんじゃない？わかんないけど。ああ。普通に。でも優香もね、ダンスやってたから。うん、ダンスすごい好きだから続けてたかもしれない。あ、本当。で今大学次3年生になるんだけど、うん、多分その大学とかでもそういうダンスのサークルとか部活に入ってたと思う。私は今何も入ってないの。今も何にもやってない。大学は普通に学校行って授業行ってって感じ、まあね、大変だから、うん、そうなの。職業なんかやってみたかった職業。やあ、小さい時何になりたいって言ってた自分。え、ケーキ屋さん。マジで本気で。うん、なんでケーキ屋さんになりたいと思ってた。ケーキ好きだったの。てか普通に女の子が持つ夢ってケーキ屋さんとかお花屋さんとかじゃなかった。なるほどね。私なんて言ってたっけな。私、あ、そうだ、あの某テーマパークのダンサーになりたいって言ってた。あのあショーパレードに出る人になりたいって言ってた、うんうん、あ
楽しそう。そう、よく見てたから。へえ。あとはなんかいっぱいあったよ。保育園の先生になりたいとか、うんうん、あとは年少3歳くらいの時は、うん、大きくなったら何になりたいって聞かれるじゃん、うん、そういうのを大きくなったらっていう意味を履き違えて何を思ったのか象になりたいって言ってためっちゃ面白い。だから小さくなったらっていうのもあったの。あー、なそれは小さくなったらネズミになりたいってやばいよね。で、みんなの前で11月のお誕生日の子たちを、うん、で並んでみんなで発表してる時に、みんながアイスクリーム屋さんになりたいですとか、お花屋さんになりたいですっていうのを聞いてる時にそういう意味だったんだっていうのを子供ながらに考えてた。めっちゃ面白いじゃん。そう、そういうのがあったよ私は。次行きましょう。じゃあ次行きます。じゃあ、ラジオネームくまぽんさんからいただきました。ありがとうございます。お二人にトークしてほしいテーマは今この人に会いたいです。二人が今どんな人に会ってみたいのか聞いてみたいので、ぜひともお願いします。私、うん、ずっと思ってる。何？ファンキー加藤さん。あ、てか、まあ、会えたんだけど、うんうん、もっと話したい。なんかな、ね、ミュージックステーションに一緒に出させてもらった時に、うんうん、ちょっとだけお話できたんですよ、うん、好きなんですって。おー、いたんだ。そう、なんだって。峯岸さんについてってもらったんだけど、だ勇気がなくて、でももうちょっと話したい。確かにね。で、いつか私の夢が、うんうん、まあ、ファンキーモンキーベイビーズさんの CD って、うん、その芸能人の顔がね、うんうん、よく見るね、ジャケットになってるんですよ、うんうん、そのジャケットになるのが夢だったの。あ、自分がね。そう、でも解散しちゃって、だからまあいつかファンキー加藤さんの PV なんかに出れたらいいななんて思っております。あ、いいね。会いたいです、本当に夢です。いいね、いいね。私は、うん、もういつでもポンちゃんに会いたい大森美優ちゃんですよ。もうほんと可愛い。今日も可愛かった。一緒にご飯食べたの、ね、機嫌悪くするよ私いやもうね、今のね、そう、私の携帯の中にはね、ポンちゃんの写真に私が加工してハートがいっぱいついた写真がね。だってさ、その写真さ、うん、LINE のホーム画面にしてるでしょ。してるなんかタイムライン見たらさ、うんうん、武藤ともホーム画面変更しましたね。見て、ね、で飛躍じゃん、うん、いや大盛り美優かってなるよねいやもう今日だって出た、もう本当に出てほしかった今日本当に。いやまあ出たら出たで面白いんだろうけどね。いや面白いよ、もう大好きだもん私。はいはい、じゃあ次行きましょうはいはい、次行きます。はい、東京都ラジオネーム月の裏側さんがいただきました。ありがとうございます。タノトムといえば、うん、何ビジネスですが、はい、2人で遊びに行くとしたらどんなところに行くのでしょうか。ところでトムちゃんの家には泊まった、はい、あ、泊まってないね。てかビジネスじゃありません。ビジネス、あ、ビジネスですよ。ビジネスじゃない、もうほんとさ、それさめっちゃ勘違いするからやめてくんない結構言ってるよね私。握手会とかでそう、ね、トムトムってさ本当にビジネスなのって言って、ね、おービジネスだって言ったら、そう、トムはそう答えるじゃん。ゆうかめっちゃ必死に否定してる、否定してるから、ね、違うからって言って、うん、で実際違う、実際違う。どうでしょう。どうでしょう、そういうさそのやっちゃうから勘違いしちゃうんだよ面白いね。ビジネスやりません、まず、まあ、はい、まあね、ビジネス、まあ本当にビジネスだったらまあビジネスって言わないよね、うん、っていう感じ。そうだねうん、はい、そんな感じです。2人で遊びに行くとしたらどんなところに行くか。てかうち泊まりに来てないよね、そういえば、うん、私も行ったことないけど、ね、でも行きたい。はい、そう、でも行けてない。この間サッホー泊まりに来た、そういえば。もうどんどん新しい子泊まりに来るでしょ。うん、来る。りょうかとかも泊まりに来たことあるし、あやなもあるね。あやさんもなっつんさんも泊まりに来たことある。かわいさんもあるな。あ、はいはいそのなんでないの。なんでないの、うん、え、普通に予定合わなくない。まあそういう話になんないよね、あんまり泊まりに行くとか。 だから泊まりに来たくないんでしょ別に。ねえ、そういうことじゃないじゃん。倉持さんも泊まりに来たいって言ってた。泊まりに行きたいよすごい久しぶりに聞いたけどねその言葉確かに2人で遊びに行くとどんなところでしたかね言えてないわ2人で遊びに行くこと、もうそんななくない。やっぱビジネスなんだよ。ねえ、やめてやめてよ。でもご飯とか行ったりするじゃん。まあ、ご飯は行くね。でもなんかさ真剣な話になっちゃうよね。確かに真面目な話して終わるよね。そう、 AKB の話ばっかするよ ね、する。仕事の話、例えば今後についてとかわかんないけど、 AKB の今後については話しますよ。まあどん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 こう初期メンバーさんが卒業していきますからね。行ったりとかね、若い子たちが入ってきたりとかするからね、いろいろ、うん、
なんて言うんですか、状況とかも変わってくるから、はい、いろいろ考えますけど、そういう話が多いよね。もし遊ぶとしたらどこだろう。町の名前か。オッケー、いい、うん、せーの、前浜箱根。やっぱそうきたよ。なんて言った？箱根、前浜。駅名もうさ、でガチ感が違うよね。いや、ゆうかは普通に温泉とか、そう、温泉入りたい。いいね、温泉はね。でもこの間サッホーと約束したの。もうさ、もう遅かったね。曲行きましょう。だってはい、曲行きます。はい、ということでね、こんな感じで、はい、武藤が、お送りします、はい、武藤トムの卒業ソングといえば、まあね、この曲、卒業ソング、まあ卒業ソングってことにしましょう。すごい好きな曲なんですよ。はい、あの千と千尋の神隠し、ジブリのね、あれで流れている曲です。聞いてください。木村由美さんで、いつも何度でも。今夜は武藤トムと佐野優香がお送りしています。 AKB48 のオールナイトニッポン。はい、はい、何、私、うん、ツイッターやってるんですよ。おうおう、知ってる知ってる。フォロワー数増やしたいです。で、今更新したのでみんな見てください。ぜひよかったらね、見てる方フォローしてください。お願いします。がっつり宣伝だな。手だけ、まあ、いいけど。はい、はい、続いては田野優香の架空卒業式、はい、高校の卒業式に出られなかった私のために卒業気分に浸れるメッセージを送ってもらいます。これ意外とみんな面白いね。ちょっと笑わないように読むね。よろしくお願いします。はい、ラジオネーム節度あるクソ DD さんからいただきました。はい、夏に行った林間学校、キャンプで川へか魚を捕まえに行くことになった時も、釣りってさ何のためにやるの、私は釣りキャラになりたくないと言って川に入って素手で魚を捕まえようとする姿、芯のある姿勢は素敵でした。そんな優香さんも3年間でだいぶ物腰が柔らかくなりました。ちょっとは大人になったのかな。あなたのこれからの人生が素晴らしいものになりますようお祈りしています。だって担任の先生設定。そうね。それ一時期話題になったな。本当？そう、釣りは、あ、なんていうの、ファンの方を釣る、うん、っていう、釣りは嫌いだけど、うん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 、私は魚を釣るみたいな。どういうこと、意味わかんないんだけど。意味わかんないよな、これな、うん、自分でも何言ってるかわかんないわ。この当時釣りはしないみたいな。そう、なるほどね。じゃあウインクしてとか言われたら、あのね、握手会でいつもね、そういうの断ってる、うん、なんて言うの、え、できないっていう。できえ、そういうの無理って言う。ダメだ、こういうこと言ったら握手会の件がどんどん減ってく。釣りします。じゃあ、あのその優香のファンの人は、うん、何を求めて、うん、そうやって優香の握手会に来るの、なんか楽しみ、なんか、その、あ、でもね、うん、結構友達感覚で話してる、うん、私は。なんかだからそれによって距離がちょっと近づいてる感じもするから、うんうん、なんかファンの方とアイドルみたいんじゃなくて、うんうん、普通に友達同士みたいな感じ話してるよ。あー、なるほどね、うん、じゃあそれが優香の握手の売りということで、うん、そうです。はい、じゃあそんな感じで、じゃあ次、あ、それはどうだった、そのメールは、うん、どうする、うん、却下。はい、いきます。じゃあ兵庫県にお住まいの、フレッシュカルビさんからいただきました。合唱コンクールに気合が入らない僕たちに、先生がやる気がないやつは帰れと激怒した時、たのちゃん一人速攻で帰ったね。さすがっす、怖かったです。だって、これなんかあったよね。これさ、アモンさんのオーディションのやつでしょ。絶対それかけたよね。かけたね。ウィズの初演の時のオーディションで、うんうんうん、私演技やりたいと思わなくてですね、アモンさんにそれがバレてたらしくて、なんか察してたっぽくて、うん、ちょっと正直この中でやりたくないなって人いる、別に怒ってないからそういう人教えてって言って、うん、で手挙げたの、ゆうか、うん、で帰りましたね。一人で、いや一人じゃなかった、何人かいたんだよね。4人4、5人いて、うん、その中の一人でした。あら、でも今は
今はもう演技大好きですね。こうしてね、こうしてウィズにも出れてるしね。本当ね、もうなんか申し訳ないね、ありがたい、本当に幸せでもさ、すごいさ評判いいっていうかさ、あの、うん、あの周りの人で結構見た メンバーとかさ、うんうん、そうメンバーたくさん来てくれてすごいみんな良かったっていうよね。嬉しい、まだいつまでだっけ。22日まで国際フォーラムでやってます。すぐ近くです、ここの。そうだよね、隣、ほぼ隣ですよ。ホール C でやってます、ぜひ見に来てください。はい、でそのメールはあ、このメールあーでも、まあ、まあまあ面白いな。どうする、うん、なんだよそのまま保留、保留、 OK、はい、じゃあ次いきます。東京都にお住まいのラジオネームあわわさんからいただきました。お前入学から卒業まで身長全然伸びてねえじゃん、わら。終わり、終わり待って、これ傷ついただけ、ただえ、身長実際は、いや伸びてないよ。あ、本当に、うん、もうさ、それほん今、うん、151センチで一応あるんで、150は、うん、で入った時はここえ、ここ入った時、ああでもここ入った時多分150とかじゃない。うん、1センチ伸びた、1、2センチは伸びたと思う。でももう伸びてない、ほら。でもさ顔がさ、うんうん、身長大きいね、それ私もそうなのってよく言われるの、うん、だから握手会に初めて来る人とかめっちゃびっくりされる。そう、え、タナちゃんこんなちっちゃいのみたいな。私も1日5人くらい言われるやっぱそうだよ ね、 ちっちゃいんだねって言われる。身長大きい顔だよね、うちら、うん、大きい顔って言われる。そう、でも、でも身長大きいのいいな。いや私は諦めてないよまだ。私156です、こう見えて。でも全然ね、でもさ女性の平均じゃん156とか、まあ、678くらいがね平均だけど、結構華奢だから小さく見えちゃうんだよね。いつもね小さく見られる。高見菜さんと同じくらいだと思われるもん私たまに。あ、でもそんなことないんだよ。でもさライブのさ、はい、なんかセットのさ、うんうん、裏にこう捕まってさ、ぶら下がり、そうぶら下がって身長伸ばそうとしてたんでしょ。いや本気で、だってあのまあ人によっては21とか2まで伸びるっていう人もいるじゃん。はあ、だから私は諦めないよ。でも言うてあと1年とかだけどね。いや大丈夫、まだ、もう諦めな。いやだって、ゆうかも諦めてるよもういい。まあね、うん、いや、はい、いやまだいけますよ、目指せ160センチ。どうですか。まあまあすいませんということで、すいません、はい、じゃあ次いきます。すいません、ラジオネーム桜ひなたさんからいただきました。田野さん卒業おめでとうございます。ございます。僕のことなんて気にも留めてないのだろうけど、お、こういうのいいね、卒業への送る言葉言わせてください。はい。僕はいつもあなたの横顔を見ていました。体育の授業、あの思い出の球技大会、いつもあなたは輝いていましたね。僕は仲間内でも目立たないタイプで、いつも端っこの定位置から見てましたが、頑張っているあなたの姿とても素敵でした。これからの学園生活も田野さんの思い出を胸に頑張っていきます。申し遅れましたが、僕水飲み場の一番端の飲み口がくるっと上を向かないタイプの蛇口です。今までありがとうございました。だって、ちょっと待って、え、鼻水出てきちゃった。どういうこと、え、待って、最後の一行全然よくわかんないんだけど。だから人じゃなかったってことだよ。え、待って、どういうこと、全然理解できない。だから人じゃない蛇口からの手紙。え、何言ってんの、え、どういうこと、待って、ごめん全然理解できない。だから蛇口から手紙が来たんだよ。え、だって横顔を見てました。だから蛇口がこうやって見てたんでしょそういうこと、そういうこと。いつも端からはめられた、端からいっぱい蛇口がある中の一番端っこからこうやって見てたってことでしょ。ねえ、もうさ、もっとわかりやすくしてバカだからわかんないすごいキュンとしてたみたいだけど、蛇口からの手紙めっちゃキュンキュンしてた。こういうの好きだから。どうですか、いつもあなた見てましたみたいな、うんうん、え、もう一気にこうスンと冷めてきちゃった、うん、冷めたカーって急降下あら、じゃあ、はい、ということで残念でした。はい、残念でした。ここで、それでは一曲お送りしたいと思います。はい、次の曲も私、田野優香が卒業ソングを選曲しました。これはですね、私の思い出がたくさん詰まっております。え、どんな思い出？まあ、そうだな、内緒。それでは聴いてください。グリーンで、はるか。
き頼むトークです。田野優香、武藤トムに話してもらいたいトークのお題を送ってもらっています。はい、じゃあ、はい、いきましょう。早速ラジオネームともっしー、ありがとうございます。ありがとうございます。今年も開催されることが決まった AKB48 グループの選抜総選挙について。はい、え、決まったの？決まったんですか？え、知らない。あ、そうなんだ。へえ、決まったんですね。決まったんだ。へえ、いつだろう。わかんない。また6月とか。決まってない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 って。なんだよ。なんだ。びっくりしたじゃん。もうドキッとしたよ。もうそういう時期かって思って。何それ？今年もあるかもね。でもね、ついてってだけ。ついてしか書いてないよね、うん、なるほどね。いやー、ほんとね、世界ついて、うん、でも私たちは初選挙で初ランクインさせてもらったもん ね。そうですね、ありがたいですよ本当に、うん、びっくりしたよねあの時ね。ーだってさ、ぶっちゃけ総選挙、うん、1回目の総選挙は、うん、そんな、なんて言うんだろうな、うん、ちょっと悪い言い方かもしんないけど軽い気持ちで受けてた、参加してた。なんかあのやっぱりさ、そうやって元カレで人気なメンバーとかいっぱいいるわけじゃん、うんうん、だからまさか自分なんて入んないだろうなって最初から諦めながら参加してた、うん、諦めっていうか自分はまだまだだろうなっていうのは思ってさ。ああ、だからねえ本当に。え、でも速報入ったんだっけ。入った。そう、それめっちゃびっくりしたんだよね。私もびっくりしたんだよね。え、トムがって思って、いや私もええー、って思ったよ、うん、そうでびっくりして、で、あのでもさあれだったじゃん、最終でさ、うん、私が呼ばれた後に優香が呼ばれたじゃん、うん、それもすっごいびっくりした。うんうんうん、そう、そんなこともありましたね。4年、あったね、4年前3年前とかそんな感じだよね。でも、うん、いや早っ、早い、ね、時間経つの本当に。いや今年もあるかもしれないですよね。なんか目標とかある？目標、うん、でも私フューチャーガールズ、アンダーガールズ、あ違う、フューチャーガールズ、ネクストガールズ、アンダーガールズって今来てるの、うんうんうん、だからやっぱりさ、選抜に入るのは夢だよね、一つの目標だよ ね。でもやっぱりさ、そう、誰みんなそうじゃない、うん、あの選抜そのに入るっていうのは、うん、AKB にいたらやっぱり一つの目標だよね。うん、優香はどうですか？私はね、ネクストガールズ、うん、2回入って、うん、で前回の目標がアンダーガールズに入ることだったから、うんうん、まあ、あの残念ながら入ることできなかったんだけど、うん、まあ、まずはそうだな、私はアンダーガールズかな、うんうんうん、着々と一つずつ上に行っていきたいタイプです。いやでも嬉しいよね、なんかさ、うん、あの前回の総選挙さ、うん、同期が4人入ったじゃん、うん、自分たちも含めて、うんうん、それが私は本当に嬉しかったのね。そう、なんかそうだよね、やっぱ同期の、ね、嬉しいよね、結果ってさ自分のことのように嬉しいよね。嬉しい、本当に嬉しい。希望的リフレインの選抜もさ3人入ったしね、入ることできたし、そう、私たち 初選抜だったしね、じゃんけん入れなかったら、うん、そう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 、そういうのもあったりとか、ね、また今年は同期が増えるといいね。ね、そんな感じで、じゃあ次こんな感じでいいかな、はい、じゃあ東京都にお住まいのラジオネームケノービスタイルさんからいただきました。今の自分に足りないこと。あ、なんかだんだん真面目な話になってきたね。うん、今の自分に足りないこと、なんだろう、なんだろう、何かって言ったら、うん、そんなの、なんかその時その時で、あ、自分ここダメだなと思うんだけど、確かに何がって言った、でもなんだろう、でも私すっごい上がり症なの、うん、だからこうやってさ、あのなんていうの、ラジオとかだったらさ、うん、あの見えないじゃん、人がなんていうの、うん、分かる、ここで話してるじゃん、うんうんうん、だから全然緊張しないんだけど、うん、普通にテレビの収録とか、うん、めっちゃ緊張するの。公演でも私 MC ちょっと緊張したりするんだたまに、うんうんうん、だからそういうなんていうの、度胸、うん、欲しい。でもいい緊張じゃないそれは。本当なんか自分、うん、出し切れてないなって思って後悔したりすること結構ある、うん、バラエティとかもさ、優香結構すごいじゃん、うん、あでもね、バラエティはね、いつか吹っ切れる時来るよ。あ本当、うん、すごいなって思う。
いるかもね。何かって言ったらよくわかんないんだけど、うん、なんか吹っ切れた。あ、本当。もう偽らなくていいんだバラエティーはって思ってなるほどね。まあそんな感じでまだまだ続きます、はい、メール待ってます。トムです。青春ユースさん、トムのとっておきの卒業式の思い出を教えて。そうですね、卒業式のクラスの集合写真に一人だけ写れませんでした。 AKB48 のオンライトニッポン。最後はもう一つのメールテーマ、田野優香の架空卒業式です。高校の卒業式に出られなかった私のために卒業気分に浸れるメッセージを送ってもらっています。じゃあ早速読みます。はい、ます。福島県にお住まいのラジオネーム立外さんからいただきました。新入生歓迎会でハワイアンダンス部に入らないと勧誘されていたね。現地の人と勘違いされたのかもしれないけど、たのちゃん美人だもんね。なんでさ、だってさ、こうやってさみんなもうちょっと私キュンキュンしたいんだけど。でもさ、じゃんけん大会 いつか行ってなかった。一番最初のだよね、ハワイアンのやつ。でもあれさ、うん、自分で言うのもなんだけどめっちゃ似合ってた。うん、似合ってた。みんな言ってた。やばかったよね。めっちゃ似合ってんじゃん、ゆうかって言って。やばいよね、あれ、うん、あれ自分で選んだの。そうかな。へえ。あ、そうだっけ、忘れてた。いやでもね、でもジャカル、シンガポールかな。おうおう、シンガポールに初めて、うん、行った時にお仕事で、うん、もうすでに私のファンの方がたくさんいた。あ、そう。やっぱりあの溶け込んでたんじゃない。そう、違和感なく入れたんだよ。嬉しかった、うん、それはどうですか。じゃあうーん、これはうーん、却下。はい、オッケー、はい、じゃあ次行きます。キュキュさして、横浜市にお住まいのラジオネームレモン果汁 48% から48% さんからいただきました。はい、お昼にお弁当を開けたら唐揚げしか入ってなかった田野先輩、かっこよかったです。以上です。もうさ、そうな、そういうことある。いや、ないわ。あ、そう、唐揚げといったら今ね、うん、なんか唐揚げニストでなんか投票がまた始まったみたいな。なんか前もあったよね。2013年かな、うん、にアイドル部門でね受賞したの、うん、あ、そうなの、受賞したの。そう、受賞したの。エントリーしてるのは知ってた。そう、受賞したもん。受賞したの。それさ、受賞するとどうなんの。いや、なんもなかった。別に受賞式に呼ばれることもなく。受賞式があんの。そう、多分ある。へー。で、今回まゆさんと私がアイドル部門エントリーされてるの。え、それは自分でエントリーするの。違う違う違う、推薦。推薦じゃない、多分自らエントリーしてないもん。そんなに唐揚げ好きなの。唐揚げまあ好きだよ、でも昔ほど食べてない。あー、そうなんだ。まゆさんはツイッターのあのなんていうの、名前、うんうんうん、唐揚げって入れてるぐらいですからね。あ、確かに、うん、書いてあったね、なんかね。びっくりした。へえ。じゃあそれはどうですか。却下。あ、却下、わかりました。じゃあ次いきますか。次はですね、はい、なんと何、これ言っていいんですか。何、はい、スタッフさんお願いします。何、怖い怖い怖い、何、はい、何、何、ありがとうございます。実は、はい、私書いてきました。ということで、なんでなんで、読みます。え、待って待って、何の手紙。卒業式の気分になってもらうために手紙。え、嘘、嬉しい、やった。読んで読んで読んで。ゆうかへ。ゆうか、卒業おめでとう。高校3年間仕事と学業の両立はとても大変だったと思います。なかなか学校に行けなくて、その分たくさんのレポートに追われている優香を私は何度も見ました。だからこうして高校を卒業したことを自分のことのように嬉しく思っています。初めて会った時、優香はまだ14歳だったよね。あれから4年が経って18歳になって、こうして2人でオールナイトニッポンで話しているのはなんだか少し不思議な感じがします。研究生の時から優香は何事にも全力で妥協せずにいろんなことに取り組んでいて、当時高校生だった私はすごいなと思っていました。その姿勢は今でも変わらなくて本当に尊敬しています。普段は言わないけどね。でもそんな何事にも全力な優香だから
辛いことや苦しいことがあっても自分の中に溜め込んでいるんじゃないかなと不安になったりもします。よく二人で会った時に真剣な話をしたりとかお互い相談とかしたりするけど、そうじゃない時にも話したいことがあったらいつでも連絡してくれていいからね。いつもたのともはビジネスとか言ってるけど本当はビジネスなんかじゃないよ。たのともはガチだよね。これからも一緒に頑張っていきましょう。卒業おめでとう。これからも一緒に頑張ろうね。武藤トムより、めっちゃ嬉しい。ということで、何これ、私からの手紙でございました。まだね、これ途中までしか書いてないんだけど、実は。あ、そうなの。そう、後で書く。めっちゃ嬉しい。本当ねえ、もうなんなの、さっきさ、ゆうがずっとここ一人でいてさ、トム帰ってこねえなとかすごい書いてたの。本番前ね。ねえ、もうそう、嬉しい、書いたんですよ。ありがとう。呼ばれてね、向こうのなんかスペースがあって、なんかそう控え室があって、そこで書いてたんだけど、そこがね、ガラス張りなの、うん、透明だから人が通るたびに優香が来たんじゃないかと思ってそう急いで書いてたんだけど、ちょっと間に合わなくて。めっちゃ嬉しい、ありがとう。卒業気分に浸れましたか。超浸れた、これが一番いいわ。本当、卒業証書くれる。うん、あげる、ラブレター書いてあげるやば、はい、嬉しい、ありがとう。ナイス。ということで、私からのなんて言うんですか、掃除的な掃除お手紙でした。ありがとう。はい、そんな感じでね。では曲いきましょう。はい、わかりました。では今夜最後の曲です。この曲も私田野優香が選曲しました。これはですね、桜、まあこの季節にぴったりな曲になっています。このバンドが大好きです。カナブーンさんで桜の歌。AKB48 のオールナイトニッポン。この番組はクリエイト、白夜処方、ブルボン、日本損害保険協会、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。今夜もお別れの時間になりました。早かったですね。あのですね、なんと今日のオールナイトニッポンいつもよりメールが多かったみたいです。そうだからね、嬉しいですよ。ありがとう。でもたくさん、ね、読みたかったんですけど、ね、読めないメールもたくさんあって、うん、嬉しかったです。ありがとうございます。ございます。はい、という感じでどうでした、初生放送深夜の。めっちゃ楽しかった。本当、なんかすごい2時間が早く感じた。いや、早かったよ今日は。もう全然朝までいけるわ。朝までいけるやっちゃうとか言って、やりたい、本当やりたいぐらいでもやっぱさ、同期だからさ、結構話しやすいから、うん、それもあるかもしれない ね。確かに。いや、楽しかったですよ、うん、2人でラジオするの私も初めてだったし、うんうんうん、そういう意味ではね、2人とも初めてってことで、うん、いや楽しかったですよ。やっぱいいですね、コンビが。あと手紙ちゃんとね、聞いてる。あ、何、やっぱコンビいいですねって。私たち、あ、そうだ、あの手紙もう、ありがとう、とても感動しました。よかった、ありがとう、本当に大事に嬉しい、うん、じゃあ、いきます。感想メール来てるんで、はい。千葉県にお住まいのラジオネーム味噌カツの一部さんからいただきました。トムちゃんの手紙、たのちゃんへの愛に溢れていて感動しました。本当よ、やっぱり同期の絆っていいですね。そんなトムちゃんに質問です。今たのちゃんと大森美優ちゃんに告白されたらどっちと付き合いますか。大森美優です。当たり前じゃないですか。ちょっと上げて落とすなよ。当たり前、もうだって可愛いもん、天使だもん。あ、天使って言っちゃいけないんだって。え、なんか私が天使って言いすぎて、美優は最近ファンの人に、うん、なんかトムが天使って言うから、うん、人間扱いされなくなったんだよねってこの間言ってて。何その悩み、めっちゃ可愛いじゃん。そう、可愛いの、いいでしょ、もう。はい、いいですね。はい、次行きます。愛知県神キャミくんからいただきました。ありがとうございます。今夜は同期ならではの仲の良さを感じられてめっちゃ良かったです、うん、よかった。あと番組中ずっと気になってたんですが、はい、何、トムちゃんがハマっていることってレディースコミックですか。ウケる、何それ、レディースコミックって女の子の漫画、少女漫画、少女漫画、
かな。少女漫画はハマってん、まあでも少女漫画も好きだけど、うん、まあちょっと違うよね。ちょっと違う。でもこれ本当に言ったら怒るからね。マジで怒るよ本当に。はいはい、あ今もうね目がガチなんでちょっと超怒るよマジで。すいません、もう言えませんこれ以上。はい、はい、そんな感じでもう終わりか。早いわ、はい、早いよ、もっとやりたいよ、ね、本当。楽しかった。ということで最後にじゃあ一応ね告知なんか、あそうですね、ミュージカル With Oz の魔法使いは今週の日曜日3月22日日曜あ3月22日まで東京国際フォーラムホール C でやっております。ぜひぜひまだチケット取れると思うので、はい、遊びに来てください。はい、ということでね今日も楽しかったね。楽しかった、またやりたいね。またやりたい、ぜひぜひ。たまともでやろう、また。はい、ということでね、はい、 AKB48 のオールナイトニッポン、今夜のパーソナリティは武藤トムと佐野優香でした。バイバーイ、ありがとうございました。バイバイ、またね、おやすみ。